前回に引き続き今回も大川神経バランス整体横浜院さんに来ております。前回の動画は概要欄よりチェックをお願いいたします。前回は施術前段階ですでに驚きの連続でした。肩だけでなく別の悪い部位も発覚しました。なぜ触っただけで分かってしまうのか、これが魔法の施術なのか、今回も驚きの連続です。それでは本編をどうぞ。そしたら、この前多分リハビリというかそのセルフでできるこう、はいはいはい、あの壁を、あれ多分壁だけだったと思うんですけど、あれ本当はもう一段階こうやってほしいのがあって、マジっすか。ってなるとこうブリッジ動作になってくるんですよね。できるかな。で、まあ、じゃあちょっとどのぐらい今レベルなのか見ますので、はい、まあ、滑るようだったら靴下ももしあったら脱いじゃってもどちらでもいいので、はい、ブリッジをちょっと一回しましょうか。そっからできないでしょ。できないできない。寝ながらで。寝ながらでいいですか。はい、あーきついこれ。あ、で、ちょっとキープしてもらっていいですか。ちょ、キープ無理だ。キープ無理だな、これ。補助、補助あっても、え、こんないかない。いや、俺持っていくと思ってたら全然いかなかった。はい、いや、だからこれができないってことはここができてないんですよ。マジですか。はい、要はだから肩だけでしなっちゃってる状態です。え、ちょっとショック。あの、肘の痛い人もおそらくこれがうまく多分できないですもん。ブリッジってなんかもう、はい、ね、初期誰でもできるみたいな。ああ、そうですよね。こんな行かないよ。幼稚園生でもやるようなですよね。はい、こうでいいですか。上がっていただいて、ここに押さえて、ここで、で、ちょっと、左でも見たんですけど、これが、こう入りたいんですよ。ああ、手をもっと、こっちに行っちゃってるの分かります。手をもっと、体側に頑張って、こうなってる。はい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 、あ、いいです、いいです。途中で止まっちゃってる状態です。肩の位置が低いですよね。そうだ、そうだ、そうだ、そうです。いかが、なんだろう、手でもう支えながら、そうそうなんですよ。折れると思って、はい、マジで。で、それの前段階でこの前教えたあのターンなんですよ。マジですか。じゃあまず、じゃあちょっとまた復習というか、わかりました。またちょっと壁のやつもやりますか。壁のやつして、うん、ピーンと伸ばした状態ですね。肩の関節が当然あるんですけども、イメージはこっから肩が生えてると思ってください。はい、要はここを軸にくるっと、ここを軸に回します。で、戻って、すごい、はい、いきます。はい、そうです、そうです。いや、多分まだ詰まるが、詰まりが若干、はい、息をちゃんと吐きながら、鼻から吸って腹膨らませてるんですよ。で、もっと力が抜くのがちょっとうまくいかない方は、あの、ベルを出しちゃってください。アッカンベース。アッカンベーで待ってください。びっくりすると思います。回りやすさが。あ、普通に行く。全然行く。ベル出すと力抜けるんですよ。今するって言ったね、今ね。こっちが逆方向ちょっと、そうです。これを、自然体やってるのが、あの、右の最強打者内川選手は、あの、ホームランのインパクト時多分見たことはあるかなと思うんですけど、ベロがこれでホームラン打ってます。あの、多分ネットで検索するとすぐ、ね、ボールがこう当たってるのは見たことあるけど、ね、あるよね。はい、あれ、山本昌さんのあのサブローはまたちょっと別なの。あ、一緒です、一緒です。ヌートバー選手がキャッチの瞬間ベロビーンって伸びてた。え、それがちょっとベロが短いですよ。で、これってただ固まっちゃってるんで、あの、先天的に短いってわけじゃなくて、要はですね、力んじゃってる方ってベロ固まっちゃうんで短くなるんですよ。あ、それそれそれ、そのぐらい、それ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 、他の競技だとマイケル・ジョーダン
バスケですね。バスケットの、ああ、ジョーダンのプレー中よく舌出てるんですよね。っていうぐらいそのベロを出すとちょっと力が抜けるので、今の状態で、でこの手の位置をどんどん下げれるとこまでで、これがなんかこのブリッジに近づいてきます。なるほど。はい。これ全然こう全然初期段階でした。初期段階誰でもできる段階。ここね。前回来られただけ結構上の位置だったんですけどね。そうなんですよ、うん、認識してるんですいいですね、ベロ出して遠くに。そうです、そうです。来たよ、できたよ。で、だいぶ下になって今引っかかってますあれ、変なおじさんいるやめろ、やめろあー、下が戻ってるんですね、うん、ベロが戻ってるの、口の中に、汗が二重に出てくるよよし、はい、よしよし、はい、よし、さっきよりいい、上がりやすいですね。まだちょっと緩いですけど、さっきよりは、ね、でもさっきより全然肩高いですねで、この状態で左手を離してほしいんですよ。ちょっと遅い、うん、抱えてて。いや、無理ですよ。コツンって言ったの今一気に落ちたから一気に落とせないでよ。一気にやばえ、こんだけ胸郭がしなってくると肩がしならず済むので、うん、だからあの山本由伸選手はあのみんなが嫌うロングアームで投げれます、うん、なるほど、うん、肩で投げてないので胸で投げてるの。あ、そうです、そうです、そうです。さっきだからその肩がこっから生えてるイメージで回ってくださいって言ったのは、はい、そういうことなんです。そういうことなるほど。ここでから生えてる感覚だと、ここでこう投げれる状態が作れますので。なるほど。まあね、ちょっと山田先生はちょっとまた特殊でありますけどね、まあ、もうあれ持ったもんもあるかなと思うんですけど、たとえできなくてもこれが少しでもできるようになるだけであの痛みほんと変わるので、いや、せっかくあの僕が施術でつなげてもう、では動作がクリアしないとまた元に戻っちゃうので、はい、今回はここまで。またまた驚きの連続でした。次回はフォーム改善編です。大川神経バランス整体横浜院さんの各種リンクは概要欄から。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあしゃー、えーえーえー、いけいけいけ、そう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 、翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。